はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、じゃ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 んとこちらポータブル電源ですよ、ペクロン様より、ご提供いただきましたので、今日はこれを使って、ちょっと詳細などをいろいろ見ていきたいと思います。はい、こちらが、ポータブル電源のセット内容となっております。まず本体ですね。本体は、梱包がもうすさまじく厳重に入ってやってきました。取り出すのがマジで大変なぐらい、めちゃめちゃ厳重でした。はい、いや本当に大変だった。そして手前に置いてあるのがこちら、まずこちらですね、取扱説明書で型番ね、向こうに書いてます。 E600LFP という感じですね。600というのは、まあ、このサイズです。ここにも書いてますけど E600600Wh というサイズです。まあ、正確に言うと 614Wh だったかな。大体まあ中型サイズぐらいのポータブル電源になるかなと思います。はい、そしてこちら、製品保証書ですね。そしてこちら、ケースですね。ケースは、空です。空というのはこっちにね、今出してるんですよ。充電ケーブルを、収納するためのケースでございます。まず一つがこちら。これはですね、このペクロンから出てるソーラー充電をするためのつなぐ専用ケーブルとなっております。だからソーラーがない場合はまあちょっと使うことはないかなといった感じです。そしてこちら、これはですね、見ての通りシガーソケットで充電するためのケーブル、だから車でももちろん充電できますよといった感じです。そしてもうこうデカデカと出てるこちらこちらですね、こちらはですね、見ての通り、この ACいわゆる家で充電するためのこのでっかい安定器っていうのかな、変換器というかが、ついております。これで、まあ、充電するわけですよ。はい、まあ、実際ちょっと充電してみましょうか。充電するとこここイン、両方インなんですけど、上は、さっきのシガーを使うときに、ここで充電するといった感じです。でソーラーと、AC の場合はこのなんかピンのやつね、でこれで充電するといった感じです。充電はもうこのまま挿して、コンセントに挿せば充電できるっていう感じですね。ガチャって入りましたね。はい、それではコンセントをつなぎます。はい、まずこっちの安定器の電源が入って、勝手にこっちも電源が入って、充電が開始されるといった感じです。だから充電するときはもうこれ挿して、あとコンセントをつないでしまえばそのまま勝手に充電されるといった感じですね。あ、もう充電今開始、今ちょうど開始ですね。はい、91W と結構ね高速充電されます。結構ね、で今ねちょっとこっちに向けちゃったけど、こっちですね、こっち、さっき緑のランプだったのが今赤くなって今充電中っていう感じです。これが緑になるとまた充電完了といった感じですね。そしてこの入力のスピード見てください。これ 270W とか結構ね超高速充電されるんで、今 88% で残り、あ、もう 1% 上がったね、残り 11% で多分10分15分、あ、これ書いてるわ、これそうなんですよ。あと残り多分14分で充電完了となります。かなり、高速に充電されるタイプですね。充電が終わりました。100% ね。そしてこちらのランプも緑になったので、これでコンセントを抜きますと、はい、いった感じです。で、ここも外して、これで、準備完了ですね。はい、ということで、とりあえず充電満タンにしましたので、今からですね、実際にちょっと車で軽く出かけてですね、実際使ってみたいと思います。これ何を言ってもですね、このちょっと、まあ、後から、細かく詳細説明しますけど、これ、AC アウト 1200W という、かなり大きな電気のやつが使えるんですよ。大きな電気を使うようなちょっと家電を使いましてですね、ちょっと車の方で、いろいろ使ってみたいと思います。 1200W ってすごいよ。だってドライヤーが使えるわけだから、ボワーっていうドライヤーとか使えるわけだからね、うん、すごいんですよ。はい、ということで実際ね、今から車に行って、ちょっとお出かけしていきたいと思います。はい、ということで、ちょっと海の方にねやってまいりました。
ちょっといろいろね、ここで今から、このポータブル電源を使って、ちょっとどれぐらいまで何を使えるかというのを、いろいろと検証していこうかと思います。早速使っていきたいと思います。使い方は、非常に簡単です。ボタンがね、ボタンが2つあるんですよ。2つあって、片方が DC、見えますかね、DC アウト、AC アウトということで、AC アウトはもちろんこれね、コンセント、これが AC ですね。で、DC は何かというと、このシガーソケット。うん、シガーソケットね。シガーソケット、で、その他、タイプ C、USB タイプ C やタイプ A っていうのかなが使えるようになるっていう感じです。はい。で、まあ、とりあえず入れてみましょうか。まず DC。DC だとこんな感じです。はい。今の状態だと203時間使えるとか。まあ、そんな感じですかね。で、AC。AC もこのまま入れれます。AC は入れると、なんかよくわかんないけど、一回ファンがふわーんと回って、で、ここに、なんかメーターが出ます。そしてこのメーターのところに、AC アウト。上が DC アウトね。だから切るときも別々です。AC だけ切れるし、で、AC だけ入れて、で、DC だけも切れると。これ今 AC だけですね。はい。まあ、こんな感じで、どっちも、どっちで、表示は一緒のとこだけど、独立して、なんか動いてるって感じですね。うん、こんな感じね。これ DC だけ。で、AC だけ。はい。AC だけももちろん可能です。ね、大掛かりな、ちょっと、やつを使うんですけど、その前に、まずちょっと手始めにこちら。見えますかね。ティファールですね。ティファールで、ちょっとお湯を沸かして、ちょっとコーヒーでも飲もうかと思います。いけるかどうかですね、まず。今 AC か。AC 入ってるね。ちょっとやってみましょうか。はい。ということで、やってみましょうか。とりあえず。水はね、家から持ってきました。とりあえず、ちょっと軽くね、コーヒーでも作ろうかと思いまして。まず、ティファールで、いけるのかどうか。ワット数的にティファールが、1200ワットぐらいあるんでね。まずいけるかどうか。コンセント、コンセント刺さってます。行きましょう。せーの。一応ついた。あ、これ、数字変わってんのわかるかな？今、消費電力が1261ワット。うん、いや、1270ワットとか、そんぐらいだったんですけども、一応ね、赤いランプはついてます。これ、いけんの？音も何も鳴ってないからさ、怖い。静かすぎて怖いんだよね。あ、ちょっと待って、もうちょっと、お湯できるから、ちょっとコーヒーの準備を。おお、鳴ってる。お湯沸いてるわ、マジで。いや、これすごくね、これ。1268ワットとか、やばいね、これ。消費電力ちょっと思ったよりすごかった。コーヒーはこちらですね。カフェラテ。コク深めか。これを入れましょう。お湯が、早い。ちょっと早いんだけど。お湯沸いてる。完全に沸いてるね。完全に沸いてるよ、これ。お、沸いた。はい、ということで。沸きましたね。はい、というわけで、もう電気ケトルで普通にお湯沸かせちゃいましたね。消費電力的には、1250です。だからさっき、1260何ボとか出てたから、だいたいまあ合ってるよね。だいたいこれ1250だから。まあ、その、若干の誤差はもちろんあるでしょうから、まあ、1260ぐらいで表示してたんで、まあ、それが電気食ってたんでしょう。うん。うまい。で、これ何がね、このポータブル電源すごいかっていうと、この AC 電源が1200ワットまで使えるってやつなんですよ。まあ、でも実際、このケトルって1260でオーバーしてたんだけど、使えちゃったわけですよね、普通に。はい。だから家で電気ケトルがある方はこれも普通に使えると。いった感じです。ただ、で、消費電力的に今、もう残り92なんで、いや、さすがに電気が多いから、やっぱちょっとお湯沸かすだけでも結構電気減りましたね。
でもね、今から本番なんですよ。これまだ、前兆です。前兆というか、まだ今から本番の前の前振りです。そう。で、今から何をするかと言いますと、これはね、いや、これ、いけたらすごいよっていうやつをやります。それを持ってきたこちらですね。こちら。いや、でかいのよ。いきますよ。ちょっと出ないんだけど。せーの。はい。炊飯器です。炊飯器。自分が普通に使ってる、毎日使ってるガチの炊飯器です。象印のですね、これ、南部鉄筋極め羽釜という、まあ、ちょっと前のモデルなんですけども、一応、その6、7年前ぐらいの、象印が出してたフラッグシップモデルですね。今日はこれをちょっと使って、炊飯器が使えるのかどうか、ガチ検証したいと思います。一応ね、ワット数で言うと、炊飯器によりますけど、これはですね、865ワットなので、全然使えますね。わけで、ちょっと車で、この炊飯器、使ってみたいと思います。異常だよね、異常。いよいよ本番の炊飯器で、ご飯が炊けるのか、やってみましょうか。家から米も普通に持ってきました。まあ、1号ですね。とりあえず1号です。無洗米とこで1号だけど、ちょっと水多めがいいんですよね。いけっかなぁ。いや、こう、ちょっとね、外で食べるご飯。もうガチご飯。ガチ外で食べるご飯だからね。はい。ということで、OK ですね。はい。とりあえず行きましょう。せーのの前にポチッと押しちゃった。あ、増えてますね。ワット数増えてます。これ最初、ちょっとまあ、アイドリングっぽいのよ。はい。一応設定はもう、普通モードですね。無洗米モード。普通、保温はウルツヤとなっております。これ最初スイッチ入れて、ちょっと時間が、あれなんですよね。1分ぐらいして、なんか設定してるのかわかんないけど、すぐには動かないんですよ。動き始めましたね。あ、増えました。はい、こんな感じ。最初まだアイドリング状態だから、まだワット数は低いですけど、だんだん増えます。こんな感じ。うん。これほぼ最大ワット数使ってますね。これご飯炊けるかな?結構なワット数だからね。多分大丈夫と思うんですけども。これ時間書いてますね。これね、表示的に、この840ワットだと、あと 0.6 時間ですよと。うん。そう。今これ36だとほら、12時間。こんな感じです。だから常に、このあと残り何時間っていうのがこの下に出てるっていう感じですね。ほら、だからまだ820、30とかになると、残り 0.6 時間って出てたじゃないですか。だから40分ぐらいみたいな。で、マックスでずっと使われると40分しか持たないから、ちょっと厳しくなるんですけど、もう見ての通りね、炊飯器でずっと常にマックスワット数使ってるわけじゃないんですよ。で、音は変わんないですけどね。音はブーンって普通に変わんないんですけど、ワット数は意外と上下しております。で、今ね、炊飯をしてる状態なんですけども、ちょっとこちら、もうスマホのバッテリーがかなり少ないです。少なくしておきました。これ残り 24% しかないんですよ。で、ついでに、これも充電しようかと思います。まあ、さっきの炊飯器の最大消費電力が、まあ、860。で、AC だけでも1200いけるんで、で、さっき言ったように、DC と AC とね、ちょっと別なんですよ。今は、AC しか電源入ってないです。これに DC もオンにすると。はい。これで、DC アウトという表示がつきましたので、これで DC も OK ですね。で、DC はこっち側ね。こっち側。Type-C、Type-A が2つ。そして C が。これが DC なので、そのために、DC の電源を入れました。Type-C は 100W と 15W とあるんで、とりあえず 100W の方につないで、はい。で、とりあえず、あれも 25% になったな。今、ここにね、ちょっと見えるかな。もう雷マークがあるんで、今充電開始しましたね。まあ、もうすでに増えてるんで、まあ、充電は、始まったといった感じです。で、ついでにね、
ちょっと充電してみようかと思います。で、このまま置いといてランプになるか。あと、ちなみに、ここにね、こう見えると思うんですけど、ここでも、無接点充電じゃないけど、あれができるんですよ。ただ、自分はちょっと対応しているのがないので、とりあえず有線で充電します。で、まあ、50分後ね、これ今炊飯器が、見ての通り、あと54分とか、それぐらいなので、それで、まあ、ね、炊飯をしながら、このスマホが何パーセント充電できるのか、ちょっと楽しみですね。こんな感じです。もうすでに 27%、28%、早い、早いな。ちょっと思ったより早いね。はい。まあ多分、まあ54分とか、ね、そんなかからず、なんか、なんならもう 90% ぐらいいきそう。お、早い、え?ちょっと早くない?こんな早いの?うん、いや、バッテリーが少ないんで、もちろん、かなり急速充電になってると思いますけど、お、はい、えぇ?いや、だってこのちっちゃい表示もちゃんと30になってるんで、いや、合ってるよね。そんな急速充電?ちょっと怖いぐらい急速充電だな。はい、ということで、ちょっと様子を見ていきたいと思います。現在、スイッチを入れて、残り26分ということなので、まあ、30分ちょっと経過したところでございます。現在、圧力もね、かかって、結構電気食ってる状態じゃないかなと思います。25分。そして、スマホの充電ですが、今 64% ですね。になっております。で、このポータブル電源の、状態なんですけども、上から DC のワット、だから今これの充電が今 7W。なんか結構こう、なんか 波のようにこう、上がったり下がったりっていう感じなんだね。うん。まあこれはまあ、今60まで回復したから、まあちょっと高速充電じゃなくてこうゆっくり充電してるのかなって感じ。で、この2番目が AC ですね。こちら。この炊飯器が使ってるこう、ワット数。はい。まあだからこう、今、800ワットぐらいになってますけど、これもほら、一気に落ちたり上がったりしてます。で、残りの、ポータブル電源のバッテリー残量としては 65% となっております。で、このポータブル電源は、ここにね、E600 と書いてるんですけども、このポータブル電源のバッテリー容量としては、614Wh という、数字なんですよね。で、それどういう風なあれかというと、614W を1時間使えるという、そういう数字です。だからまあこれだと、まあ常時使ってたけど、あ、ちょっと今、湯気が出始めましたけど、常時使えばその状態。でも炊飯器って、もう見てるとこう数字がね、結構上下してるから、常時その 800W 使ってるわけじゃないっていうのが、まあ、これでわかると思うんですけども、こう常時使って、その 614W を1時間でなくなるよっていう容量です。で、ポータブル電源はそういう容量の数字で表示されてます。だからこれの1個上のね、これ600ですけど、1個上の1500とか2000とかあるんですけど、1500はそのまま 1500W が1時間使える。2000は 2000W が1時間使える。そういう容量ですね。はい。そんな感じで。あと23分。これは無事に問題なくご飯炊けそうでございますね。湯気。湯気が出るからね、ちょっとわかんないと思う。まだ開けてるんですよ。ちょっとね。だ蚊が入ってくる。もう、この時期にも蚊が入ってくるっていうね。そういう状況です。残り1分でございます。そして、スマホの充電は 84% ということで、まあ、ざっくり1時間で 60% ぐらいの回復っていうのかな。うん、充電しました。お、終わりました。はい、終わりましたね。突如終わりましたね。ちなみにこれ、炊飯が炊けた時のアラームを切ってるんですよ。なんかいろいろ設定できるんですけど、いらないかなと思って、自分、切ってます。なんか音鳴らなかった。そういう話です。ということで、オープン!炊けてますね。見事に炊けております。バッチリです。はい。残りですね。ポータブル電源の残り、54% と、なっております。いやー、半分残りましたね、とりあえず。まだまだ使えるということで、この炊飯器。まあ、ご飯ね、せっかくご飯炊いたんなら、まあ、当然ね、お腹空いてるわけですよ。今回いちご炊きましたけど、お腹空いてるわけですよ。で、とりあえず、もう炊飯器炊けちゃったんで、もう取り消して、オフにしておきます。で、せっかくね、ご飯が
炊けたので、おかずはということで、このクーラーの中に実は入ってるんですけども、こちら、ダダン、業務スーパーの牛丼の具。しかも、これ、大盛り、大盛りです。大盛りのやつ、買ってきております。まあ、要冷凍ですから、まあ、ちょっとまだ固まってますけど、これを、ちょっと使って、牛丼作っていきたいと思います。ご飯の上にかける、こちらの牛丼の方を温めていきたいと思います。せっかくならね、温かいやつがいいんで、開け口がない。開け口ありました。こう、切り口か。切り口、後ろにありました。で、これ初めて食べるんでわかんないけど、まあ、とりあえず、大盛り。これ1個で足りるかな？まあ、いちごだったら足りるか。はい。これを、もうちょっと今鍋とか用意して、もう見てこれ。IH です。お召し上がり方方法ということで、湯煎ですね。湯煎の場合は、沸騰したお湯に袋ごと入れて6分となっておりますけども、まあ、この冷えたまんまでやりたいと思います。これからだと意外とね、この水の状態から溶けたりするんで、まあ、ちょっとこれでいきたいと思いますけど。これもね、マックスで1200何十ワットとか、確かそんぐらいだったと思います。ただ電源を。もうこっちに繋がってます。うん、これ繋がってます。で、加熱か。加熱。今、中火になってます。中火ね。で、中火で、ワット数、990ワット使ってます。結構使いますね、これ。ちょっと知らなかったわ。家のコンセントだと、そのね、これはどれぐらいの電力使ってるかわかんないけど、この中でさえ、1000ワット使うといった感じです。はい、まあ、そんなにね、もう20分も30分もやるわけじゃないんで、ある程度温まったら、これでご飯食べていきたいと思います。見ての通り、もう沸騰し始めましたね。多分3分ぐらいだと思います。はい、もう OK ですね。OK。うん、もう全然温まってる。全然温まってるわ。うん、ちょっとさすがに、ポータブル電源のちょっとファンが回ってるみたいです、今これ。ちなみにスマホの充電は現在 91% なので、もうこちらの充電も十分でしょう。はい、そしてラストに、もう一丁。このケトルでお湯を沸かします。それは、これね、ちょっと見えてると思うんですけど、お椀。そう。まさにですね、この、味噌汁ですね。牛丼といえば、味噌汁でしょ。ということで、ちょっとアサリを持ってきました。さっきね、インスタント味噌汁よく食べてるんですよ。ちょっとご飯とか入れる前に先にね、ちょっと味噌汁の方を作りたいと思います。はい。沸きました。たまに、ね、スイッチがカチッてなかなかならない時あるのよ。はい。で、味噌汁ですね。味噌汁。ちょっとお湯が多かったぐらいか。よっしゃ。ということで、料理がすべて完了するところでございます。はい。ということで、なんとかご飯、入れれました。とりあえずご飯は作れましたと。はい。そして、先ほど湯煎した牛丼の具ですね。あ、これも切り口があります。よかった。怖っ。変に破れそう。ということで、入れましょうか。お、結構あれですね。汁多め。結構、つゆダクダクです。お、肉もちゃんと入ってる。はい、ということで、できました。車の中で作りたての、牛丼ですね。ということで、いただきます。お腹すいたんすよ。マジでお腹空いてたんですよ。はい。いや、これ、あとね、めっちゃつゆだく。ちょっと、これちょっと傾けられないんだけど。ご飯一合に対して、ご飯が半分ぐらい浸かるぐらいつゆだくです。あと肉が、これ見ての通り、思ったより入ってる。これで肉が入ってなかったりするじゃないですか。普通に入ってます。めっちゃつゆだく。ちょっとね、ただね、具の量が合ってるかって言ったら合ってないかな。いちごだともうワンパック使いたいけど、ただ、つゆだくなんで、ちょっとそこでちょっとごまかせるかもあるけど。いただきます。この、玉ねぎとか、この、牛の味がすっげー、スープに染み込んでます。牛丼のね。で本当にこの、なんだろう、具材が少なくても、まあワンチャンいけるねっていうぐらい。スープがうまい。これはうまい。
うん、味噌汁もいただきます。はい、ということで、ご飯の牛丼と味噌汁食べ終わりました。ということで、ごちそうさまでございました。非常に美味しかったです。まあ、車の中でね、そもそも炊きたてのご飯ってなかなか、しかもこのガチな炊飯器じゃないですか。あの車の省電力のなんかこうね、こうな一応炊けますよみたいな炊飯器じゃなくて、もうガチで家で使ってる圧力 IH ジャーなんですよ。うん、それで炊いたご飯が まずいわけがない。そもそもご飯自体がね、うまいっす。これでまあ出かけ先とかちょっと遠出した時でも、この炊飯器さえ持っていけば全然いけちゃうわけですよね。うん、で、まあ、あと、他に、こう、いろいろ使ったんで、まあ、今回ね、バッテリーの残量的には、残りね、33% ですね。33%。まあ、最初に、ね、お湯を沸かして、ケトルでお湯を沸かして、で、それから炊飯器を使って、で、それから湯煎して、で、それからもう一回、ケトルで味噌汁の、お湯を沸かしたと。そういう流れですね。で、そこまでして、こんな感じで、まだバッテリー残量まだ残っております。あと、ご飯だけじゃなくて、これね、スマホ。スマホも充電しましたね。スマホも。20% から、今、何パー ?90% になってます。だから、で、何パーぐらいか。25からか70、65% 分、このスマホね、充電しておりますので、それも含めて、残り 33% となっております。いや、すごいですね。すごい。まあ、普段ね、なかなかこう、炊飯器ごとをやる人はいないと思うんですけど、あくまでちょっとこう、ね、今回は、こう、ちょっと、大電力のばっかり、ちょっと使ってみましたけど、まあ、それでも、まあ、一晩ぐらいなら、全然いける。まあ、ご飯2回はちょっと炊くのは厳しいかもしれないですね。はい。まあ、そんな感じでございます。まあ、あとは、まあ、これ、あと充電ね。充電。家のコンセントで充電する場合は、2.2 時間で満タンになります。だから0% から 100% に、このポータブル電源を充電する場合は、2.2 時間あったら 100%。だから1時間あたり、約 50% 充電するので、ちょっと、忘れてたと思っても、1時間充電すれば 50% 分回復するので、かなり、高速で充電されるので、いざという時でも、すごく便利じゃないかなと思います。電池ね。電池自体は、リン酸鉄リチウムイオン電池という、電池を使っているので、リサイクルライフがなんと3500回。3500回リサイクルして、まだそれでも容量 80% 以上あるという、まあ、最近流行りの、この、なんていうかな、バッテリーの、なんていうか、種類というか、を使っているみたいですね。もちろん他にも、保護回路っていうのがいろいろ入っているので、何かしら、無茶なあれがあると、遮断されるようになっているみたいです。まあ、そこまでやったことないけどね。だいたい、この AC も 1200W だけど、実際今1250、60ぐらいだったら、そのまま使えちゃうんですよね。1200って言いながら、ちょっと余分に使えるというのが、いいですね。まあ、実際ね、IH か。IH ヒーターね。IH クッキングヒーターの方。もう全然ね、普通に使えましたし。まあ、あれは中で使ったから 1000W か。でも、ケトルは1260で、一定で出力してるから、それでも、保護回路が働かず、普通に使えたってことは、それだけちょっと余力があるのかな、といった感じでございます。はい。ということで、もしね、気になるようであれば、概要欄の方にリンク貼っておくんで、ぜひね、見てみてください。はい。ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただき、ありがとうございました。じゃあねー。